東との塚古墳と西との塚古墳のステレオ空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成東との塚古墳は奈良県天理市に所在する古墳時代前期の前方公園墳である本古墳は出土した埴輪から4世紀初め頃の築造と推定され少し古い巨大前方公園墳西との塚古墳の すぐ東側に並列している。両古墳は、傾斜地に立地し、主軸を南北に取り、標高約140メートルの高所に位置している。墳球に上がると、奈良盆地の全域を見渡すことができる。墳球町139メートルで、公園部は主軸に対して、やや楕円になり、前方部は長い。公園部と前方部の比は、一点五である。 主軸は南北であり、東西の側面に高低差ができている。後円部の頂上は荒らされており、不定型である。前方部は、くびれ部分付近が平坦で端部で、台形状に高くなっている。そこに2列の埴輪列と列跡が認められた。墳球上部の斜面では墳球を取り巻く円筒埴輪が並べられていたものと想像される。発掘調査で前方部西側の一角から、 作り出し的な祭祀遺構が見つかり、そこから多量の埴輪編が出土した。高さ約64センチ、最大口径約50センチの大円形円筒埴輪が復元された。その埴輪の下部にヘラカキ船の絵を描いたものが3点、発見され、1から3号線画と名付けられた。最も詳細に描かれているのは1号線画で、船はゴンドラの形をしており7本の貝を描いている。 ことから14人で漕ぐ大型船であり、帆に風を受けて、海上を失踪する船を描いたものと、解釈されている。前方部西側の大形張り出し部から朝が大型刃には、円筒刃には、大円形円筒刃にはや土器などが出土している。円筒刃にはヒレ付きのものも見られ、格段にヒレが見られ、円筒に、ともえ型、正方形、長方形、円形の透かしが施されている。 河原家には、砕かれた土器や形を保っているトモコン土器がたくさんあり、山陰系、大見系、東海系などの他地域の土器が含まれており、最古式と推定されている。ありがとうございます。